カラナタマガガスラトスエクストラペダスゴレンジャラペーノ、揚げ麺に粉末ソースと調味油フォークがついています。麺は2ミリ強の角断面で、表面は少しザラザラしています。気泡感が結構強く軽い食感です。歯ごたえはソフトというか手ごたえに欠けるもので、鈍い弾力感もあり、あまり心地よさは感じません。湯戻し時間を少し短めに切り上げる方がいいかもしれません。湯切りの資格は何もありません。ソースは甘めの醤油だれっぽい味で、味や香ばしさが比較的単調なミーゴレンです。旨味は強いですが、やや平板なように感じました。唐辛子の刺激は食べ始めはそこそこ辛い程度でしたが、食べ終わっても辛さの余韻が全然引かず、口の中の痛みがしばらく収まりませんでした。火薬はふりかけはついておらず、ソースの単調さを払拭することができません。素朴な味ですが、時間差を伴う強い辛さがあるので、食べる際には注意が必要です。みんな大好きトントン。